本日朝から始めた東海道の旅もいよいよ滋賀県まで来ました。もっとも愛知県とそれから岐阜県は随分となんだか粗末になったんじゃないかという気もしますが、ここが東海道のまた分岐点、ここまで東海道本線が通ってきていましたが、しかし実際には東海道というあの昔の道になりますと、この草津から名古屋のあたりまではちょっと違うルートを通っていたのです。東海道はこの草津から草津線、関西線、そのルートをたどって、そして東京方面まで向かっていました。あの江戸時代の五街道の時代の話ですよ。ここから先はまた東海道本線と江戸時代の五街道の一つ東海道が同じようなルートを通っていました。そしてまたこの草津では昔中山道、これもまた五街道の一つの重要な道路ですが、その中山道と東海道が合流して、そして京都三条方面まで向かう、そのルートにもなって、その合流地点にもなっていたわけです。ちょっとね、向こうでなんだか素敵な音楽がかかり始めましたんで、それに気を取られて私もうまく喋ることができませんが、本日はこの草津で、私も知らなかったんですが、京都工芸繊維大学の学生さんたちがデザインをしてこのようにやった施したイルミネーションが実施をされています。この草津駅、ここもまた宿場の雰囲気よということで、駅のところにもこれ分かりますか、宿場のね、あの石章のような、なんていうのか分かりませんが、こんな感じの昔風のものが作られているんですが、そこも本日はこれ彩られまして、ちょっとまたいつもと違った雰囲気です。京都工芸繊維大って結構確かかなりすごいところなんですよね。伝統があって名門大学だというふうに聞いています。私の知ってる滋賀県の人で、滋賀県の県庁所在地は京都ですなんて言ってる人いたんですけど、京都市ね、あのそんなわけない、まあ、つまりふざけて言ってるわけですが、滋賀県って結構力のある都道府県なんですよ、まあ、力のある県なんですよね、京都とか、ね、それからまあ関西もすごい近いということで、まあ、ここも関西ですけど、あのなんていうの、近畿の中心部に近く、通勤のベッドタウンとしても栄えているようでして、人口も増加傾向にあるんだそうです。大津市の人口が県庁所在地35万、そしてこの草津は15万ということ で、これもまたね、どんどん人が集まってきて、南草津という新快速の停車するような大きな駅も作られました。大体新しい駅が作られてもね、そこに新快速が停車するっていうのはなかなかない。あの新快速って JR 西日本の看板列車みたいな感じでして、スピード命みたいな感じだからね、停車駅が極力絞ってとかでやるわけですけれど、そんな列車でさえもちゃんとバッチリですね、その南草津には止まるんだから、本当に大したもんです。まあ、ここは草津駅ですけどね。今日は土曜日の夜だからということもあるのかもしれませんが、街の人の通りもかなり多くてね、相当活気のある感じです。なんかお祭りかなんかやってるからかな、それの関係なのかな。前に来た時ここまでは混んでなかった気がするんですけどね、それともそれだけ力のある街なんでしょうか。何も知らなかったんですよ。お祭りやってるみたいですね。あのやっぱりそれはちょっと関係ないといえば関係ないんですが、草津塾の方でも何かライトアップなどしてくれているかもしれません。本当私これとは一切関係ないただの観光客なんですけど、昔はこういう場所だったわけですよね。この草津から少し外れて琵琶湖の水運、琵琶湖というか、まあ、そこから出てる川の水運を利用して、京都方面まで、大津かな、大津までスムーズに抜けていくという道もあったようです。この辺りから地面の舗装の様子も随分異なりまして、石畳風になっています。この辺りが草津塾の中心、昔、本陣というものがありまして、大名とかそういった位の高い人たちが泊まるための、まあ、いわば公設の宿、そんなところでしょうか。草津駅から少々離れ500メートルほど歩いてきたところにあります。ここはね、あのいつもだったら何百円か入館料がかかるらしいんですが、そしてまたこんな時間にやっているはずはないんですが、本日はお祭りということでこの時間も営業しており、しかもただです。これいい時に草津に来たなと心から思いますけどね。それだったら分かりました、じゃあここでただでちょっと拝見して、それでまた次の目的地大津駅に、大津塾に向かいたいと思います。また全国に大岩系という名前の地名がありますが、それはこの草津でも同様ですけれど、道の分岐点とそのような意味を指す地名です。例えば長野県に安曇大岩系とか、広島県に美作大岩系とか、秋田県にも大岩系というところがありますが、この草津もまたその中でも最も著名なものの中の一つ、東海道と中山道が分かれるということは先ほどお伝えした通りです。中を直接撮影することはちょっと難しそうでしたが、しかし、まあ、中にあるどんなものが飾っているか、それぐらいの説明は簡単にできます。例えば今のところ、近衛殿お休みというふうに書いてありましたけれど、まあ、御設計の中のね、あの近衛さん、あの、まあ、つまり藤原氏の人たちですが、その近衛さんがここに泊まっていますよという看板があそこに出ていたというわけでした。
ここに誰が泊まっているのかというのを外に示す、そういう看板を毎回毎回来るたびにここに書く、書いて作るらしいんですが、それがここに2900枚保存されているんだそうです。他にも誰とか誰とかとか、明治天皇が明治時代にまだ京都への往来があった時、明治の初期にここを使ったというのが最後だそうですが、その時の立て札もおそらくは残されているものと思います。この草津宿は東海道52番目52次の宿場でございまして、次の大津が最後53次、皆さんも多分東海道53次というのは分かると思いますが、宿場が53個あるからということで、つまりこれはラスト1個手前というわけです。お祭りで賑わっておりまして、またここにもマンションの広告が出ていますが、今ここに建てているようですけれど、ひときわ大きいマンションビルもまた建つようです。これだけやっぱり草津がどんどん発展したっていうのは、多分一つにはもちろん宿場の時代でここがそれだけ通すだけの価値のある街だったからということもあるんでしょうけれど、この草津がやはり東海道本線の通った駅、そういう場所だったからと、そういう理由もあるんじゃないかな。これ東海道線がここにこう通ってね、それだけいろいろ物も揃ってたら便利ですよね。これで大阪まで何分ですか、京都まで30分、大阪まで1時間、それぐらいですかね。よく考えたら京都までそんな30分もかかるわけない、15分ぐらいですかね。だから大阪が45分、京都が15分、そのぐらいかな、そうだったような気がしますけどね。草津宿の名物といえば乳母鴨餅です。ここにもうお店閉まってるんですけどね、乳母鴨餅屋というのがありまして、これが東海道の53次でやってるような時代から、これこう書いてありますけども、昔の絵ですから著作権とか関係ありませんけど、こういう風なね、ところに乳母鴨餅屋だと思うんですけど、これ違うな、上の茶って書いてある、茶屋だな、乳母鴨餅屋じゃなかったけど、まあ、こういうのがあるんですね。で、ここで乳母鴨餅というのを売ってたのが草津宿の名物となり、ここに書いてある限り、これを読む限りでは草津宿と共に歩んで4年と書いてありますから、まあ、そのぐらいはですね、歴史のあるものだと。だいたい食べますと赤福みたいに似てる、いわゆるあんころ餅というやつですが、この乳母鴨餅は何なのかと、これですね、なんかお母さんが子供を産んだ時に子供が弱すぎて、お母さんがもう そのまま死にそうなんだけれど、でもすいません、私もうこれでこの子を育てられませんので、あなたお願いしますみたいなことを言われた別の人がですね、わかりましたと言って、それで引き受けて、で、その子をじゃあ育てるためにということで、ちゃんとですね、お母さんとの約束を果たして、一生懸命こう乳母鴨餅で、まあ、餅を作って売って、それで養育資金を稼いだ、まあ、それが発祥らしいんですね。だからこれはこう蛾というのは古文の表現でね、のみたいな感じですよね。英語で言えばオーブみたいな感じですから、餅オブ、なんてベビーシッターじゃないかな、まあ、今風に言えば、ベビーシッターさんの餅みたいな感じですね。ベビーシッターさんの餅、ステラおばさんのクッキーと同じノリのものを当時から売っていたと、まあ、そういうわけですよ。結局ね、歴史なんてのはそんな似たようなことばっかりやってるんですね。あったあった、駅構内では売ってるわ。ここが滋賀県庁所在地大津です。さっき言いましたっけ、テレビ番組でね、大津が滋賀県の所在地であるということをクイズで出して誰も答えられなかったみたいな、そういうことがあったんだそうで、地味だとかなんとか言われてますけど、京都にもすぐ近くてね、京阪神のその次にもう大を入れてもいいんじゃないかって、まあ、そこまで言うとあれかな、京阪神の規模にはさすがに及ばないのかもしれませんが、でもやっぱり美しい街というイメージがあります。ただ実は私も大津に来たことはありません。前につい先々週かな、ちょっと列車に乗ってね、一瞬だけ琵琶湖のほとりまで出たことはありましたが、名所案内を見ると琵琶湖の遊覧船が北に15分、北西に20分行くと三井寺、三井寺ってなんか聞いたことあるな。それから大阪山の随道東口っていうのは多分昔の東海道線のトンネルですよね。この辺り見てみましょうか。ここは大津駅なんですね。いや、初めて来ましたけど、最近新しくなったみたいで、なかなか立派というのか分かりませんが、少なくとも綺麗でよくできている駅舎だと思います。私ね、実は全部の都道府県行って全部の都道府県観光したこともあるんですけど、ただね、全部の県庁所在地に行ったことがあるわけではなかったんですが、大津に来ましたから、多分あと行ったことがないのは佐賀県の佐賀市かな。佐賀市って行ったことないんですけどね、通ったことはありますよ。でも通っただけって感じなんですが、
まあどんなところなのかなとこう来ると目の前になんか立派な構造の構造物が見えます。多分北海道の旭川と同じぐらいの人口の規模なんだと思いますけどね。でここにこんな感じでこう立派な駅の建物よりも随分とバーンとこうなかなかねよくできた感じがします。あの新横浜のプリンスホテルを思わせる感じなんですけど、シガビルと書いてあります。まあ多分そんな別にあの何かものすごいあの歴史があるとかそういうホテル、あそういうあのビルではないと思いますけど、もうとこうこの建物の作りなんかいいなとかですね、このぐるっと曲がったような曲面加工っていうのかな。で面白いのはこのシガビルがこんな感じでねこう丸くなってますけど、交番もなんかこう曲面加工で、反対側のあっちのビルもまたなんかこういう形なんですね。こういう形のものがなんか大津の駅前出るといっぱいあるんですね。なかなかこれがまた駅舎出てすぐのところのね印象をうまくこう演出してくれてるような気がします。なんかそろそろ食事でもしようかなって感じなんですけど、滋賀県名物って何ですかね。まあ、ウバガモチは私も分かりますけど、他に名物っていうあんま思い浮かばないんだな。 あれか近江牛ってやつあるか。 あれがじゃあ売ってたらそれ食べることにしましょう。あるかな。東海道本線で大津の一つお隣が山科、その次は京都ということで、これだけ隣接してる県庁所在地って珍しいんじゃないですか。多分あれですよね、東京と横浜よりも大津と京都の方が近いだろうし、東京と、まあ、浦和、今埼玉ですけど浦和よりも多分大津京都間の方が圧倒的に近いですよね。こんなに密接してるなんてなかなかすごいなと思いますけど、まあ、だからなんか大事な用があると京都の方まで出たりっていうことなんでしょうかね。あの京阪電車の京新線っていうのこの間乗りましたけど、まあ、確かに大きな町へ行くんだったらここから大津からねあの京都の三条の方まで直接行ってくれるっていうのは便利かもしれませんね。でも悪口言うつもりはないんですけど、結構あれですね、食べ物を探すのも大変だな。居酒屋さんとそれから駅の中に入ってる居酒屋さんとちゃんぽん屋さんっていうのあったけど、それぐらいって感じか。あとは中華屋とかセブンイレブンもあるから、まあ、困りはしないんですけど、まあ、確かにこうすごいいろいろ何でもかんでもよりどり緑っていう感じじゃないですね。まあなんかそれだったら2駅乗って京都まで行ってなんか食べてから帰ってくるかとかね、京都市内の方が近江牛にありつけそうな場所がなんか多そうな気もするしな。まあ、確かに県庁所在地って言って駅のこういう目の前に普通にこれ家なのかな、一軒家かな、なんかそんな感じのやつに見えるけど普通にあるっていうのは確かにへーって感じもしますね。どうにもね居酒屋とかしかないんですけど、ラーメン屋とかこういう軽いノリで入れるところはそんなにはないですね。お、なんか書いてあるところ良さそうな店だったけど混んでたらしい。どうもやっぱりね探してみるとそんなには見つからないものですね。選択の幅は広いという印象はありません。確かにこれはね、あの大津に住んでる人が滋賀県の県庁所在地は京都でやっていたのも分かるような気がしますよね。ダメだ、どうにも店とかが見当たらない。地図がありますけどなんかこの辺にあるかな。浜大津の方とか行けばまたいろいろあるかな。でもちょっと中央通りから外れてるみたいですね。もう少し、あれだちょっとその前にこれは行っといた方がいい場所が見つかりましたよ。これロシア皇太子遭難地の日って書いてありますけど、あの先日ロシアに行ってご紹介しましたニコライ2世ですね、まあ、ちょっとしか話してませんけど、ニコライ2世があの日本で津田三蔵巡査にあの切りつけられた大津事件っていうのありましたからね、それちょっと見に行きましょう。そうそう、大津へ行ったらここも行きたいと思ってたんですよ。この1号線から少し外れたこの道、ここが旧東海道です。わかりますか、なんとなくこうレトロ調な、ね、建物がいっぱい揃っているようなところですが、向こうから車来てるな。暗すぎてね分かんなかったんですけど見つけました。これですね、あの頑張って読みましたけど、この付近路国皇太子遭難地と地か遭難の地ですね、遭難の地とそういう風に書いてあります。あのニコライ2世さんが切りつけられたのは大体この辺りですよということです。まず明治時代になってからの話ですけど、もうここ、まあ、ロシアのニコライ2世が人力車かなんかに乗って通りかかった時に、でそこをですねあの警備に当たっていた津田三蔵という巡査がいきなりこう取っかかっていって、そこでこう切りかかるということをしました。そしてそれで、まあ、ニコライ2世は幸いにも亡くなることはなかったんですけれども重傷を負いまして、確か何日か経ってもうすぐ明治天皇が駆けつけてお見舞いをするぐらいのことをやっていたそうです。でその時に、まあ、それ自体も大変な大事件なんですが、そこで切りかかってでロシアとの関係が悪くなることを恐れてその、まあ、政権といいますか、まあ、明治政府がそれはやっぱりまずい、もうなんとかその、
攻撃をした津田三蔵は死刑にしようというふうにして、それでロシアとの関係を保とうとしたんですが、三権分立 その制度にのっとって大審院、その司法裁判所に対して行政が何かその干渉をするということは本来は許されません。その大審院の院長、小島なんとかとかいう人なんですけど、大審院長がそこで政府の圧力に屈せず、いやいやここは法律にのっとって無期懲役かなんかそういう刑罰にしましょうということをやったので、逆に海外からは評価されるようになった、そのような場所、その事件のきっかけなのだそうです。確かにね、よく考えてみればそうだな、まあ、そうした方が海外からのあれはね、日本もようやくまともな法治国家になったかなんて思われて、まあ、よかったかもしれないですけど、でもその時ね、ニコライ2世が結局その後も日本好きでいてくれたんですよね。もう、まあ、ちょっと怪我を負ったりしてるのがかわいそうではあったんだけれども、あっちこっち行って日本中を見て回って、あ、日本はいいとこですねって言って、なんか忘れましたけど、確かね、ニコライ2世って最後ロシア革命で亡くなっちゃった有名なニコライ2世ですけど、日本のなんか入れ墨かなんかを体に入れてるんですよね。こういうことがあっても親日でいてくれたのは嬉しいですよね、日本人として。そういう場所がこの大津事件の大津です。しかしまだ9時とかになってないんですけどね、結構いろんなお店がもう閉まってて、確かにさっきネットでちょっと調べた時に、大津は食べるものとかを探すのに苦労しますよみたいなのが書いてあったんですけど、まあ、確かにその通りというのが正直な感想ですね。思ったらなんだ、ひときわこう光るものがあったと。これはあれはどう見ても登録有形文化財のやつですよね。そうだよ、なんだこれ、大津魚中読めませんけど、やってる様子ですよね。のれんもかかってるし、きらめき大津賞都市景観部門受賞、なんかすごそうだな。あー、なんか書いてある、これ飛び入りで行っていいのかな。あ、これ大津の有名なやつだ、この大きな卵焼きって。確かそうそうそう、今思い出した、昼間うなぎ食べたんですけど、まあ、場合によってはうなぎでもいいか。結構マジな料亭だったんで、ちょっとあれはダメだ、敷居が高すぎる、入ってすごい方向みたいなのしましたけど、夜はね、もう完全予約なんですよって言われましたんですよねって感じでした。予約してないんですけどって最初に言っといてよかったですよ。で、まあ、一応参考までに明日もしかしたら来るかもしれないんですけどって言ったら、前日までの予約になっておりまして、そうなんですか、なるほど、これはちょっと敷居が高すぎて、でもあんなすごいものもあるんだな、ちょっと行ってみたいですね。お、ここがいいか、船寿司ってのがあるんだな。船寿司は確か大津の名物ですから、ここに来ること、まあ、ここだったら予約絶対いらないだろうから、そこに決定して、まず先にスーパーホテルがちょうどあるんで、また予約してないんですけどね、今日は空いてますかって聞いてみましょう。通ったんですけど、やっぱホテル、やっぱっていうのはね、なんとなくそんな気はしてたんですけど、ホテル満室だったんですね。ネットで調べてもほとんどもう空いてるところなんかなかったみたいなんで、まあしょうがない、どうにでもなるでしょう多分、まあ、寒いからちょっと野宿みたいなことは避けたいですけど、じゃあここでいいかなと思ったらね、ちょうど営業終了になったみたいでね、ダメだった、ここは食べられないですね。今夜9時か、どうしようかな、もう今日、大津は店で京都行くかって感じなんですけど、ちょっとせっかくだからな、大津に泊まっていきたいんですけどね、でも東横インも向こうも埋まってるだろうしな、どこが空いてるんだろう、あとホテルって。車とかいないからなんか渡れそうですけどね、まあ渡らないでおきますが、とりあえず食事はそろそろいい加減したいと思うので、駅に戻れば何かしらあるはずです。駅の中にはいくつか複数食べ物屋さんみたいなのが入ってました。名物であってもなくてもそんなのどうだっていうわけです。いつも名物ばっかり食べてるしね、今日もたくさん食べました。これはあれだろうな、多分ここにあるの大津市地方裁判所っていうのかなですね。そうですね、多分ここに書いてあるのはなんか呼び出し状とか、あ、なんかありますね、広告ってやつか、いわゆるこれを広告っていうのか分かりませんけど、相続人の方いらっしゃったら今探してるんで、出てきてくださいみたいなやつを多分やってんだと思いますけどね。まあ、全然これ本題と関係ないんですけど、 あれってまああれ以上やりようがないからしょうがないんでしょうけど、あれをまともに見るわけないしね、よく分かんないですよね。まあ別にいいけど、大津地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所、検察審議会とか書いてある。やっぱその政治上の中心の地ではありますんで、そういった建物はやっぱり全て立派ですよね。よし、駅に戻ってきました。ここはさすがに明るいな、なんかあるかな、スターバックスって書いてあるけど、ちょっとさすがにな。確かにこの大津の駅を新しくする前まではね、もうこの駅の中にもいろいろこういうものが入っていなかったので、まあ、つまりこういうものが駅のすぐ出たところにはなかったので、確かに食べるものにはいろいろ苦労したっていう話を聞くのも、まあ、やっぱり納得しちゃうところではありますよね。山下の駅の周りとかなんかいろいろあったような気がするんですけど、ザ・カレンダーって書いてある、なんだこれ。美味しそうなイタリアレストランかな。
駅では昼間の時間帯自転車も貸しているようです。あのこれ彦根名物大見ちゃんぽんって書いてあるな。長崎で長崎ちゃんぽんをね今度食べようと思ってたんですけど、この旅であの九州一周しますんでね。じゃあちょうどいいか、こういうのがあんならここでよかったですね。ここでちょっと食べてどんなもんか見てみましょう。結局ね、私が今ここで調べた限り、夜のこの時間で最も便利な大津の場所はこの大津駅、JR の大津駅らしいということが分かりました。まずですね、あそこのちゃんぽん亭で名物のちゃんぽんを食べました。これ個人的な感想を言いますと、これあくまで個人的なものですが、個人的には別にそこまで美味しくはないかなという感じで、ただそれは多分私の好みの問題でして、あの出汁とかはね結構よくできたし、あのお酢とかそういうものを混ぜて、私お酢がそんな好きじゃないんでね、あのお酢とかが好きな方は結構いいんじゃないかなって感じ。あのお酢を入れて食べるのがあのここのやり方らしいですね。でそれがちゃんぽん亭と、その一つお隣におかきというバーみたいなのがありますが、あのバーみたいなところに行けばあのさっき言ってた近江牛とかなんとかいろいろ食べられるようです。ただね、ああいう場所って私にちょっとなんか敷居が高く入りづらいような気がしたので、今回はその隣のあのちゃんぽんにしたわけですけどね。で泊まる場所もないな、あちこちあちこち満室だったんですが、本日この駅直結のですねこのザカレンダーというのが、これあのさっきなんかイタリアンレストランと言いましたけど、あのカレンダーホテルっていうのもやってるみたいで、これ知らなかったんですけど、カプセルホテルをやってるらしいんですね。あれなんか私6000円払ったんだけど、なんで6000円だったのかな。3500円からだからか、今日は高いんですかね、わかりませんけど、まあ、あの1泊6000円ということなんで、まあ6000、ちょっとあのカプセルにしては高いけど、まあ、他にどこも空いてないしね、十分ですから。あのカプセルホテルより、あの JAL のねファーストクラスよりあのカプセルホテルの方が間違いなく快適ですよ。多分朝ごはんもついてるんじゃないですか、6000円も払ったんだからって気がするんですけど、綺麗そうだし新しそうだしね、十分なところです。ここでチェックインして本日はとりあえず終わり、そしてまた明日の朝とさせていただきたいです。